グロービス学び放題。サクッとわかる行動経済学ヒューリスティック。ヒューリスティックとは、私たちが日常で無意識に使っている直感による意思決定プロセスのことです。私たちの生活は選択や意思決定の連続です。朝起きてまず何をするか、朝食で出てきたご飯とお味噌汁のどちらから食べるかといった小さなことから、いつプロポーズするか、会社を辞めて転職するかといった人生における大きなことまで、意思決定をしながら生きています。ただ大きな意思決定は時間をかけて考えることはあっても、朝起きて何をするかに1時間、2時間をかけることはないのではないでしょうか。意思決定には時間をかけて実行するシステマティックと、短時間に直感的に即決するヒューリスティックがあると言われています。日常生活で多く使われているのは、経験や先入観をもとにした即決型意思決定のヒューリスティックです。